きまして、エントリーナンバー48番、渋谷高校むぎさんの作品です。ソレノイドを使って無限に創造する、このコンテストのイメージを意識しました。私は科学系のことが苦手で全然わからないのですが、だからこそどんな作品が見られるのかワクワクしています。よろしくお願いします。とのことです。うん。これね、青空に浮かぶ雲かと思いきや、ソレノイドというね。うん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 、ソレノイドのことばっかり考えてたら、空を見てもこんな風に見えてくるんですけどね。うんうん、この方も高校3年生。高校3年生。高校3年生ですね。青春感が。青い感じね。はい。うん、これね、配置も。汚れた男、大人たちにね、何か。出していただいて。何をしてるんですか、うん、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。